糸田純は高校卒業後に父親の口添えで大手企業に就職するも、お笑い芸人になるためにすぐ辞めた。家事は何でもできて、相方の小沢と同居していた頃には小沢の昼食を作るために家に帰ってくるほど豆である。小沢と共に中日ドラゴンズのファンであり、ドラゴンズをネタの中心にした漫才を考案したバイク好きでもあり、450万円をかけて改造を施したハーレーダビッドソンを乗り回している。2005年に女優の足立由美と結婚し、妊娠2ヶ月であることを発表した。2009年に離婚し、やけ酒やけ食いで8キログラムも太り、小沢をはじめとする周囲から離婚ネタでたびたびいじられていた。2022年にモデルの蜂谷亜美と再婚し、19歳の年の差結婚で話題になった。